高評価、チャンネル登録をお願いいたします。外面。5年前、深夜に、付き合った当初はまともだったのに、だんだんと暴力振るうわ、仕事辞めるわ、働かないわ、パチンコばっかりしてるわ、という当時の彼氏に別れ話をした。結構長い間話し、やり直そう、結婚しようと説得されたけど、拒否しまくってたら、最後は諦めたようで、最後に一緒にドライブして、思い出の海に指輪投げたら諦める、と言われ、バカだった私は OK してしまった。そして車乗ってドライブ中、山に捨てられた。なぜ海に行くのにこの道なのかと思っていたら、いきなり車を止め、窓を開けて、持っていた携帯電話をむしり取られ、車外に投げられた。何すんのと降りたところで、急発進急バックして帰っていった。車は私の車。バッグや財布、家の鍵は車の中。手元の携帯電話は圏外。泣きながら、街灯もなく、通る車もほとんどないようなところを歩いた。明らかに野生動物の鳴き声はするわ、暴走族の音が遠くからするわ、真冬なのに車内にいたのでコート脱いでて着てないわで死ぬかと思った。1時間ぐらい歩いたあたりで、通りがかった大型トラックの運転手さんがいい人で、家まで送ってくれた。家に着いたとき、家に車も止まっていて、彼の姿はなかったけれど、車の中に置いていたコートは車外に出され、踏まれたのかめちゃくちゃ。部屋の窓は家の中から割られ、ドアもボコボコ。パソコンもディスプレイが割られてた。さらに、電子レンジやアクセサリーなどもなくなっていて、財布の中身も取られていた。当時は腹立ってしょうがなかったけれど、これ以上何かされるのも嫌だし、手切れ均等勉強料だと思って、警察にも言わず、すぐ引っ越した。ただ、引っ越す日まで、いつ襲撃してくるかと眠れない日が続いたのも修羅場だった。それから1週間ぐらいして、愛の障害を無事乗り越えた俺らは、無敵のカップルだ。やり直そう。お前も反省しただろう。というような内容のメールがそいつから来た。修羅場とは違うけど、ちょっとイラッときたついでに書いておく。ちなみに携帯は引っ越しと同時に変えたし、仕事先も電話取り継がないように頼み、共通の友人すべて切り捨てて逃げた。ここまでされて、どうして警察に言わないのって思われるかもしれないけど、もし死刑にしてくれるならいいけど、下手に警察沙汰にして逆恨みされるのがとにかく怖かった。自分の部屋や物だけならいいけど、実家や友達や会社に危害加える可能性もゼロじゃなかったし、それ以上にもう関わりたくなかった。一番バカなのは、あんなのと長い間付き合ったことだと思ってる。外面の良さと口のうまさ、あと落ち込む演技のうまさでダメ行動されてもつい許してた自分を殴りたい。付き合い始めであれと違和感感じるような言動や行動があったら、とにかくすぐに付き合いをやめた方がいいと学んだ。本当外面だけは良かったんです。誰に紹介してもまともだし、会社の評価はいいし、君を守るために僕は生まれてきたのかもとか、臭いセリフも言うし。でも、いきなり会社の上司とうまくいかないというのを1ヶ月ぐらい愚痴ったからと思ってたら、いきなり会社辞めたり、面接受けてるけどダメなんだって言ったり、そんなことしながら自分の一人暮らしの家に転がり込んできて、ゴロゴロされて、家事もせずに半年以上過ごされて、生活費も入れないので、正直目に余ると思いつつ、我慢して我慢して、働いてよって言ったらひっぱたかれて、お前は傷ついた俺に優しくないと家を飛び出し、そのまま浮気した感じを出しつつ、家に戻ってくるクズ男。そして些細な喧嘩なら、パチンコの景品で何とかしようとしたクズ。そういうのを繰り返して、ようやく別れようと思ったら、最後には山に捨てるような男。その後も縁切るときに、共通の友人は全部切らないといけないぐらいの外面のいい男。マジで、ダメな男と付き合ったら、こういう風になるんだなと身に染みたよ。死刑にしてくれたらいいけど、警察沙汰にしたって、こんだけ外面いい奴に勝てる自信ない。私の生き量。うちの実家に、私の生き量が出るんだと、両親から電話があった。二人仲良く同時にボケたのかと思ったけど、両親が言うには、半年ほど前から誰もいないはずの2階で足音がしたり、決して出かけたはずなのに、帰宅するとテレビがついていたりといった不思議な出来事がちょくちょく起こるようになったそうだ。初めの頃は自分たちの思い違いだと思ってたらしいんだが、しばらく経ったある時から、いないはずの私が階段を登っていったり、玄関から出ていく姿を目撃するようになったんだと。気味が悪くもあったが、私の姿を目撃するようになった時期が、ちょうど私が仕事で大ミスをやらかして、フォローに死にかかってた時だったんで、両親は、疲れ切った娘が無意識に実家に帰りたいと願っているんだろう。かわいそうに、落ち着けばきっと自然と消えるよね。と解釈してスルーしてたそうだ。ところが、数ヶ月して仕事がやっと落ち着いたと娘から連絡があったのに、生き量が消える気配がまるでない。それどころか、生き量の姿を見かけることがだんだん増えていく。ここでやっと、あれ、もしかして、娘の生き量じゃないんじゃねと考え、私に連絡してきたらしい。両親は電話越しに色々と説明していたけど、ぶっちゃけ生き量だとかなんとか意味のわからない話ばかりで、要領を得ないため、次の休みに実家へ行った。思いのほかガチで悩んでる風な両親を見かけて、じゃあとりあえず塩でも撒こうかということに、生き量がよく出るのは2階だというので、階段、亡くなった祖父の部屋、私が使っていた部屋と適当に塩をぶちまけながら進んでいき、最後に物置部屋と化している兄が使っていた部屋に入ったら、いとこの姉さんがいた。驚きすぎて母はぎっくり腰やらかした。私の生き霊の正体は、私に後ろ姿がそっくりなこいつだった。いとこは親の反対を押し切って、ほぼ駆け落ちみたいな感じで結婚して、以来親族の誰もいとこの状況を知らなかったんだけど、半年前に離婚したらしくて、行く場所ないお金もない、けど親には頼れないで困った結果、おじちゃんの家なら、おじちゃんたち2人しかいないから、空いてる部屋もあるしいいかも。でも、おじちゃんがお父さんに私のことをばらすかも。そうだ、こっそり住んじゃえ。そしたらバレないでしょ。ってことで、こっそり家に忍び込んだらしい。姿を目撃されるようになったのは、単純に油断してたからっぽい。本人は見られてたことに、全く気づいてなかったらしい。女性の一人客。バイト先の社員から聞いた話書く。俺は今ホテルで夜勤のバイトをしているんだけど、夜12時以降で、ウォークインで女性の一人客は絶対に断るように言われてる。ウォークインっていうのは予約なしで、ふらっとホテルに来ることね。酔っ払いとか、明らかに営業に支障の出るお客様は、満室って言って追い返すんだけど、12時回った女性の一人客は、普通に見えてもダメらしい。それをバイトを始めて1ヶ月くらい経った時に言われて、最初は理由がわからなかったから聞いたんだ。その人が言うには、以前別の支店のホテルで働いていた時に、今話したような女性の一人客が深夜に来たんだって。時間も時間だし、不思議には思ったらしいんだけど、その日は日曜日で部屋もガラガラだったし、見た目清楚で普通に綺麗な人だったから、鍵を渡して部屋に通したんだ。その日は何にもなくて、結局その人はチェックアウトギリギリの時間に出て行った。チェックアウトする時も、笑顔で挨拶してくれて、普通に感じのいいお客さんって感じだったらしいんだ。それで、チェックアウトしたら、換気やつけっぱの電気を消す目的で部屋を回る作業があるんだ。そこでその女の部屋に入ったんだけど、なんかおかしかったんだって。たかが一夜って言っても、普通ゴミだったりタオルが置きっぱだったり、多少なりとも生活の跡が見えるんだけど、それが全くなかったんだって。それで、どのホテルにも客室アンケートってのがあるだろう。机の上にあるそれを、なんとなく見たんだって。そしたら最後の自由記入欄に、本当は、ここで自殺しようと思ってました。って書いてあったらしい。それ以来、うちでは12時以降、女性の一人客はお断りらしい。怖いかどうかはわからないけど、個人的にゾッとした話。失踪した夫。結婚記念日の1週間後に、旦那が仕事中に営業車に新品の包丁を放置して、スマホも鍵も置いて、財布だけ持って行方不明になった。すぐに捜索願を出したが、事件性がないからと、ろくに捜査もされなかった。数日間、私も両家両親も、友人も必死で探したが、全く当てもなく見つからない。鍵も持ってないので、いつ帰ってきてもいいように、外に出るときには、玄関には毎回張り紙をしていた。しばらく経つと、私はだんだん病んできて、仕事は休職。私に不満があったのかとか、そんなに会社が不満だったのかとか、それならなぜ相談してくれなかったのかとか、私は相談すらできないようにさせてしまっていたのかとか、いろいろ考えて、離れて元気にやってるならそれでもいい。でも、せめて生存確認だけでもしたい。そう願いつつ、何もわからないまま1ヶ月が過ぎた。すると旦那は、自ら警察署に行き、保護されて見つかった。見つかった時の旦那の姿が異常で、カード類はそのままで、なぜか小銭1枚入っていない財布だけを持ち、姿はいなくなった日と全く同じ姿。アイロンがけしたシャツに、スーツに、しっかりネクタイをして、革靴を履き、髭も剃ってある。しかも、見た目でわかるくらいに、少し太っていた。本人曰く、気づいたら家の最寄り駅のベンチに座っていて、財布は空っぽだし、スマホもカバンもなくし、わけもわからず、署まで歩いて行ったらしい。そしていなくなった日を含む過去2ヶ月くらいの記憶がないという。結婚記念日ディナーや数日前にあった会社でのバーベキューの記憶もなかった。自分が今どんな状況なのかが分かっていないようで、今まで行方不明になっていたんだと家に連れて帰ってから話すと、全身に蕁麻疹ができ、しばらく日中で歩くのを怖がった。働けるようになるまで1年はかかったし、記憶はないままだし、もうあの時の話はしないけど、未だに謎だし、私は今でもちょっと連絡が取れなくなったりすると、また消えたんじゃないかってプチパニックになる。いろいろはしょったけど、離婚話までも出ていたし、生活が安定するまでは、本当に修羅場だったと思う。もしもし、亀よ。幽霊系とかではないのですが、当時、ものすごく怖くて、気味が悪かった話です。私が小学校3年生の時、家に一人で留守番していたら、家の電話が鳴った。家の固定電話は大体多分そうだと思うんですが、誰からかかってきたかわかるように、番号が表示されるもので、その時表示されていたのが、公衆電話からだった。一瞬、ん?とためらったが、はい、〇〇です。と出てみると、無言電話。当時、いたずら電話とか無言電話とかを経験したことがなく、あれ、公衆電話だから電波悪いのかなと思って、もしもし、もしもし、と聞くと、もしもしカメよ、カメさんよ、と聞いたことのないおじいさんのようなしゃがれた声が電話の向こうから聞こえた。私は急に静かな無音の電話口から歌われたので、少しびっくりして、ここで初めていたずら電話と思い、私が、と言ったのですが、電話の向こうからの歌は続く。世界のうちでお前ほど歩みの呪いものはない。相手の意図がわからないけど、ここまで聞いて、なんだか最後まで聞いたらいけない気がした私は、何も言わず、そっと電話を切った。電話を切った後、何やったんかな、と思っていたら、またすぐに電話がかかってきた。ぎょっとしたが、今度はきちんと番号が表示されてて、安心して電話に出た。すると電話の向こうから、まだ終わってないよ、とねっとりとした男の人の声が聞こえた。怖くなって反射的に電話を切ってしまった。その後、特に何も起こらなかったけど、起こったことの情報量が多すぎて、親には言えなかったです。思い返せば、公衆電話って、公衆って言ってるぐらいだから、だいたい屋外に設置してあると思うんです。それじゃなくても、声以外の雑音とかが不自然なほど聞こえなくて、本当に公衆電話からだったのか、と後から考えて、ぞっとしました。しばらく家の電話に出られなかったです。帰りの風。旦那と知り合った時、旦那には3年ほど付き合った彼女がいた。結婚願望バリバリで、当時短大卒を目の前にして結婚して専業主婦になりたい彼女に、旦那はまだ就職1年目で、経済的にも精神的にも結婚なんて無理と彼女の存在が重荷になっていた。しばらくごたごたした後で彼女と別れて、さらにしばらくして私と付き合いだした。その後も彼女の付きまといは続き、旦那の家の前で鉢合わせして、いきなり殴られたこともある。しばらくして、彼女に新しい彼氏ができたという話を聞き、その頃からピタリとストーカーは止んだ。数年後、旦那と結婚が決まった頃から悪夢を見るようになった。なぜかいつも水が出てきて、知らない間に船に乗っていて転覆してしまう夢とか、いきなり地面が水面になり溺れる夢とか、そして結婚式当日の朝、プランナーさんが青い顔をして謝ってきた。預けてあった小物がいつの間にか水浸しとなっていて、使えないものがあると、見せてもらうと段ボールの中身だけが濡れていて、外から濡れた様子はない。使えるものは使って、無理そうなものは式場の不手際ということで、貸し出ししてもらった。結婚式そのものは、滞りなく終わったんだけど、後日招待していた友人から、トイレで手を洗っていたら、奥から水がポタポタ落ちる音がして、なんだろうと覗いたけど、何もなかった、とか、濡れた女性が歩くのを見た、とか、軽い怪談話を聞いた。私自身の夢も収まらないので、友人に紹介してもらった霊能者さんに見てもらったら、元カノの生き霊がついてると言われた。そして、彼女が呪いをかけていると。一度話をしようと思い、知り合いに元カノが今何しているのかを調べてもらったところ、入院中と、新しくできた彼に捨てられ、拒食症になり、ガリガリに痩せて入院して、面会できる状態じゃないらしい。結局元カノとは会えないままで、その後うやむやになってしまったけど、霊能者さん曰く、彼女の拒食症は人を恨んだり呪ったりしたとき、自分に返ってくる帰りの風というのが吹いたもので、それは自分自身で受け止めるしかない。あと、水に関することが多かったけど、これは何なのかと聞くと、それは直接彼女が水に対しての呪いを使ったとかじゃなく、私の方の水に対する恐怖心がそういう形になって現れただけと言われた。うちは兄を水の事故で亡くしてるから、確かに恐怖心はあるけど、わかるようなわからないような。あと、帰りの風とは具体的に何かと聞いたら、人を呪わば穴二つというやつですね、と言われた。これもわかるようなわからないような。それに、新しい彼を恨むならともかく、なぜ私のところに呪いが来たのか、また、なぜ旦那じゃないのか、とか、疑問が山積みで、オチのない話で申し訳ない。自己責任。もう5年以上前の話だ。俺は当時、借金が400万円以上もあった。ギャンブルで作った借金だった。返すあてもなく、実家にいる両親からも見放されていた。親戚や兄弟からは、縁を切られる寸前だった。俺は日雇いでなんとかその日暮らしを続けていたが、結局パチンコや酒、タバコ代に消えた。借金を返すあてはなかった。そんな時、俺は6畳の自宅で求人広告を眺めていた。なんと、1ヶ月で100万の収入が入るバイトがあるらしい。金遣いの荒い俺は、半年で借金をすべて返そうと考えていた。半年もあれば、利子も含めて返せるだろう。そんな安直な考えだった。知見のバイトだ。まだ世間には普及されていない、新薬の実験台になるバイトだった。額はかなり美味しく、楽に稼げる仕事だ。それが堂々と求人広告に載っている。俺は指をペロリと舐めた。求人広告に載っていた電話番号に電話すると、すぐにバイトが決まった。それから数日後、俺はある場所に向かうことになった。それは何かの工場の地下だった。医療施設があったんだ。しばらくは寝ていてくれるだけでいいからさ。白衣を着た男はそう言った。怪しい現場だし、治験といっても、きっとヤクザ絡みの仕事なのかもしれないと覚悟していたが、意外にも現場にいる人間は小綺麗な服装で丁寧な物腰をしていた。しばらくは寝ているだけでいいのか。俺は案内されるまま病室に入った。そこには何名かの者たちが、病院着を着てベッドの上で寝転がっていた。本棚があり、漫画雑誌などが並んでいる。だいたい仕事は自由時間らしい。部屋にいる者たちはトランプなどをやって遊んでいた。俺のやることといえば、一日に3回ほど食事の後に決まった錠剤を飲むことだった。お前、名前は？右隣にいる患者が声をかけてきた。吉野、お前は？俺は渡辺。こっちのヤンキー崩れのやつは前田。前田は頭に反り込みがあった。前歯がなくて怖い。麻雀やってる奴らと同じだ。俺は部屋全員の奴らとすぐに打ち解けていった。そして、俺と渡辺と前田、そして40代後半で元トラック運転手の野崎さんの4名はよく打ち解けていた。4人でひっそりと賭けトランプをやった。俺はシャバで400万の借金があると言うと、野崎さんは、俺なんてまだ倍の800万ある。これでもシャバで300万返したんだぜ、坊主。人生諦めるもんじゃねえぞ。と笑っていた。それから数日が過ぎた。突然、強い腹痛を訴える者が現れた。なんでも、その男は20代後半くらいで、左目も見えなくなっていると騒いでいた。彼の名前は宮坂。学生時代はオリンピック選手になれるくらいに水泳がうまかったと、しきりに騒いでいたやつだ。彼は、左目の異常を訴えていたが、白衣の男女から別の部屋へと案内された。その頃になると、俺たちは別の薬を処方され始めていた。毎日ひたすら寝て遊ぶだけ、気分は極楽浄土。けれど、宮坂の件があってから、俺たちには、いや、俺には、一抹の不安が走っていた。錠剤は口にするときに、白衣の男女に必ず監視される。飲まずに隠し通すということはできなかった。この部屋に来てから16日後のことだった。前田が、ベッドの上で、失禁していた。便の悪臭が異様なまでに部屋全体を覆っていた。換気もろくにできない。そして、彼はしきりにうなり声ばかりを上げていた。さらに、口からよだれを垂らしていた。彼はそのまま転がり、何かを叫び続けていた。彼は、白衣の男女によって、別の部屋へと案内された。なあ、野崎さん。この仕事、一体何なんすか？治験ですよね。新薬の実験台になる。そうだけどな。俺が入ったのは、坊主、お前の4日前なんだけどよ。入った当日に別の部屋に行った奴がいたんだよ。なんでも頭蓋骨の中が痛いってわめき散らしながら。そういう野崎さんの両腕は奇妙に黒く変色していた。それから2週間が経過した。約束の3ヶ月もいられるはずがなかった。渡辺がしきりに言おうとして、食事ができずに点滴だけで過ごす羽目になったからだ。渡辺も失禁の症状を繰り返して、前後不覚になっていた。部屋の隅では、新しく入居した名前も忘れた奴が、失明の危険性もお構いなしに、しきりに自らの眼球をひっかいていた。その頃になると、俺はしきりに、もう仕事を辞めたいと、白衣の者たちに懇願していた。君、契約はあと2ヶ月くらい残ってるよね。すんません。ほんとすんません。俺をこの部屋から出していただけませんか。俺は、泣いて懇願していたと思う。誰かが出て行った後も、新しい誰かが入ってくる。野崎さんは、まだ部屋の中にいた。けれど、全身の皮膚がどす黒く変色していた。それから俺は夜になって、必死で夜逃げしたんだよ。脱出できるもんだな、意外と。ロッカーに隠れたり、ベッドの下に隠れたり、忍び足を立てたりして、なんとかその部屋から抜け出すことができた。で、あれから1週間後かな。家に、本当にヤクザが来た。で、部屋に戻されるか、もしくは山にでも連れて行かれるかと思ってたら、ヤクザは俺に封筒を手渡して、そして書類にハンコを押させた。あの場所で見聞きしたことは、絶対に口外しませんってね。封筒の中には100万とちょっと入っていた。一応あの部屋に入っていた日にち分は給料を出してくれたみたいだ。そう考えると良心的だったと思う。で、あれから5年して、俺は残った借金200万円くらいをバイト代で少しずつ返している。ギャンブル癖は相変わらず治らないので、借金が増えたりもするんだ。先日、あのバイトは何だったのかを調べていると、某匿名掲示板で、あのバイト先で部屋に入っていた奴からの情報が入ったんだよ。なんでも、俺たちが飲まされていた錠剤の中には、寄生虫の卵が入っていたらしい。医療用に使うんだと。他にもいろいろな成分の薬、錠剤に入れていたみたいだけどな。で、掲示板に書いていた匿名のやつは IP アドレスを探られるのが怖いので、ネットカフェから書き込んでいるんだそうな。で、そいつやっぱり体の調子がおかしいんだと。実は俺もあの部屋での後遺症で左足に障害が出て、右目がたまに見えなくなる。それでもなんとか仕事やってるよ。世の中おいしい話には裏があるよな。ほんと、こういうのって自己責任ってやつかな。人違い。数年前、買い物行ったら、背中にチクリって感じの痛みがあって、だんだん痺れと熱が上がってきた。なんだとかどんくさいことを考えながら首を回すと、見たことない女性が背中にいて、俺の腰のあたりからなんか生えとる。その女性と目が合ってしばらく見つめ合ってたら、あれ？何々くんじゃない。っておい、人違いかよ。しかもその女性、刺した刃物を抜いちゃうんだよ。血がドバッと出てきて、ようやく俺の脳がダメージと認識。膝の力が抜け、その場にへたり込んだ。その後のその女性との会話。痛いですか？カット板いります？ああ、いえ、大丈夫です。お気になさらずに。もうね、アホかと、死ぬのかと。いや、まあ、実際死にかけたんだけど。この直後、意識がなくなって、気がついたら病院だった。事情聴取等で知ったが、要するに、ストーカーによる殺人未遂。俺を刺したのは、男性で似たようなトレーナーを着てたから。でも、警察曰く、ターゲットの人は似た色のトレーナーを持ってただけで、背格好とかまるで別人だったそうな。つまり、男性なら誰でもよかった状態。あの冷静さで、実は通り魔だったのかよ。って知った時が修羅場だった。加害者の人は病院送り、俺の治療費は家族と名乗る方が支払ってくれたが、慰謝料もトレーナーの弁償費用も払わずに消えてしまった。以上、被害者が俺一人で、ある意味良かったかなという話。電車で遭遇した親子。電車で遭遇した親子の話。電車に乗り込み座席に座ったら、向かいに3人親子が座ってた。順番的には、母親、小さい男の子、父親。電車は立っている人がちらほらいるくらいの混み具合。父親と思われるおっさんは、ニコニコしながら大声で二人に話しかけていて、母は愛想笑いのようにずっと笑っているだけ。子供はなぜか無表情だった。大人二人の格好や見た目もなんか変だったし、大声で喋るおっさんは何言ってるかよくわからない。失礼だけど、なんか気持ち悪い親子だな、なんて思っていた。視界に入るし、俺はチラチラ見ていたが、時々おっさんは子供の頭撫でたり、顔近づけてキスしようとしていた。やっぱり声もでかいし、かなり目立っていた。しばらく電車に乗っていて、どこかの駅に着いた瞬間、母親と子供だけがすっと立ち上がったんだ。そして二人は手をつないでドアに向かったんだけど、おっさんが子供の手を思い切り掴んだ。そしたら、今まで暗い顔して無口だった男の子が大声で、お母さん、助けて。母親は思い切り男の子を引っ張り、二人は外に出た。俺以外の乗客も皆驚いてたと思う。残されたおっさんはふらふらと別の車両に行った。父親じゃなかったのかよ。ずっと気持ち悪い親父にベタベタ触られてた男の子がかわいそうだった。母親も途中でどうにかできなかったのだろうか。自分の中では結構気味悪かった体験です。1年前くらいですが、実話です。誇張もしてないつもりです。電車でおかしい人ってたまに会いますよね。娘さんをください。長文です。変な人すれとすごい悩んだけど、個人的に超後味悪かったから、小学生の時、上級生と喧嘩になった。ツツジの花の蜜を吸ってるのが汚いって言われて、今考えたら超くだらない話なんだけど、向こうは男の子の上級生だったし、私は一応女だし、抵抗したのも虚しく負けたんですよ。で、事の顛末を親に話して、こっちも手を出しちゃったからねってことで、謝りに行こうかって言ってたところ、相手の母親が来た。まあ、よくある、うちの子がすみません、みたいな。で、これで話が終わったと思ったんだけど、毎晩来るようになった、その子の母親が。で、居座る。うちは基本的に20時くらいまでに寝るようにしてたので、やんわりと、子供が寝る時間なのでって断ってもダメ。そしたら21時くらいにやってくるようになってさ。イルス使っても、ずっと玄関に立ってて、雨の日とかも、はっきり迷惑って言ってもダメ。で、ある日、近所の人が、そのくらいの時間にお土産持ってきてくれたの。今からお邪魔するねって電話もらってたし、周りに人がいないか確認してくれて、どうぞありがとうなんて主婦同士の話してたら、すみませんってレイの母親が、私もその場にいたんだけど、超ホラーだったよ。ずかずか家に入り込んで、そのまま部屋で泣き叫んで、3時頃までいたんじゃないかな。怖くて眠れなかったから。あいにく父親は出張。基本的に午前様が多い父親だったから、まあ仕方ないんだけど、そんなことをしてたら、母親ノイローゼ一歩手前に、父親が警察にって話をして、ようやく収まった。この間、1ヶ月半、もっと長く感じたけど、休日は朝からだったし、何が後味悪いって、この子の子供は大丈夫なのかな。あれきり彼は私をものすごく避けるようになっちゃって、しばらくしたら引っ越してった。一言も話さないまま。ちょっと聞こえた話だと、娘が欲しいからくださいって、母親は言いに来てたんだって。思えば言っちゃってる人だったんじゃないかな。でも、すごく綺麗な人で、その人が髪の毛振り乱して泣き叫ぶの。男の子しかできない。女の子が欲しいから、その子ちょうだい。今考えると、そうやって言われて育ったのかな。喧嘩した男の子。そりゃ避けるわ、私のこと。元気で暮らしてれば、まだ後味すっきりした話になるんだろうけど。変わってしまった母。これは確か、俺が小4の頃からの話。小4のある時に、両親が離婚をすることになった。離婚した理由は今も知らないんだけど、その時の母親は、お父さんは、お母さんを人間扱いしてくれないの、と言っていた。離婚の日に至るまで何度も何度も聞いたセリフである。なぜかというと、これは夫婦喧嘩のたびに母親が必ず口にする言葉だったからだ。当時家族は俺、兄、妹、父、母、祖母、祖父の計6人だった。現在は母親のみが実家に帰る形になったため、5人家族だ。当時、俺たち子供はワンワン泣いてたが、母親の意志は固いらしく、結局正式に離婚することになった。で、俺たちは養われている身だから、どちらかの親にくっつく形を取らなくちゃいけないわけだ。子供である俺たちの出した答えは、どちらかなんて言えない、両方といたいの一点張り。まあ当然だ。両親や祖母が、そういうわけにはいかないって言ってきて、俺たちは散々泣きながら悩んだんだ。少し間が空き、親がなぜか俺に、どっちがいいのって聞いてきたから、俺がお父さんという言葉を重く口に出した。この時なぜお父さんと答えたのかは、正直わからなかったけど、まあ今でこそ思えば、それで正解だったと思うけどね。兄弟と離れたくないという考えからか、二人が俺の後に続くように、お父さんと答えてきた。すると母親は、わかった。じゃあ、私は今から出ていくからね。と言い、荷物を持って足早に家を出て行った。その後父親は無言で寝室に入っていき、祖母は泣きながら、辛い思いをさせてごめんね、と言っていたかな。それから泣き疲れたのか、覚えてはいないが、その日は自分たちでも気づかないうちに眠ってしまっていたと思う。両親が離婚してから3年が経過した。それは妹が小学生になる頃だった。妹の小学校の入学式、夢にも思わなかった事件が起きたんだ。ここからは、俺が親や祖母から聞いた話だから、多少憶測混じりで書いていきます。静かな体育館内の扉が、突如、ガラガラ、と大きな音を立てて開く。はるみ、見つけたわよ。大きな声を上げ、体育館内に走り込んでくる女性がいた。妹の名前を叫んでいた。親、祖母、妹、そして周りの人間が一斉に振り返る。そう、母親だった。大声で妹の名前を叫び走る母の姿は、それはものすごい迫力だったらしい。家族はみんな一瞬何が起きたのかわからなかったらしく、かなり驚いたそうだ。男性職員が母を取り押さえ沈める。だが振り切り、大声で、私は、はるみの母親です。と叫んだそうだ。そしてすぐさま、家族が両親に近づき、はるみがかわいそうだから叫ばないで、と母親をなだめに行く。だが母親は、それでもなお、はるみ、いるんでしょ？返事をしなさい。と、ただただ叫んでいたらしい。そして妹が大きな声で泣き出したので、近くにいた教職員が近づき、生徒指導室へ連れて行ってくれたそうだ。他の教職員が、とりあえず母親を抑えている最中に、危険を感じた家族は警察へと通報。とにかくその時の母親は怖かったらしい。とりあえずそこで事なきを得て、母親は飛んできた警察とパトカー内で事情聴取。家族は生徒指導室で妹と一緒にいた。妹は泣き止まなかったらしいので、妹を外す形で入学式は再開されたとのこと。それからの母親の行動が異常だった。俺や兄の学校にも足を踏み入れては叫ぶ始末。その度に警察にお世話になる羽目になってました。1年のうちに数回はこんなことがあったよ。その事件以来、妹の視力が極端に低下した。カウンセリングに何度か通わせたが、どうやらこれが原因らしい。というのは、それまでの母親のいいイメージが突如崩壊したため、精神に傷を負ってしまったから。ちなみに現在は、学校生活や部活が楽しいらしく、順調に視力は回復してきています。本当に良かった。さて、そんな母親の異常な行動が数年間にわたったある日、事件はさらに悪化してしまいました。これは、俺の中学の卒業式のことです。多分今年も母親来るだろうな、と心の中で予想していました。そしてそれはやはり、案の定だった。卒業式当日、母親はやってきました。ただし、今までと違っていたことが一つあった。今までは体育館内に押しかけてきてたので、すぐに人が駆けつけたから無事で済んだ。だけど今回は、そういうわけにはいかなかったよ。本当にやばかった。まあ、すでに想像してる人もいると思うけど、一人の時を狙ってきたんだよね。卒業式が終わって、それから俺は友達と写真を撮り合ったりしていた。一通り友達と写真を撮り終えたので、俺は帰る支度をしていたんだ。今日は来なかったな。ああ、よかった。と考えながら身支度を整えていたが、急にトイレに行きたくなってしまった。さっさとトイレを済ませて手を洗っていたんだが、肩をポンポンと誰かに叩かれる。振り向いたら、そこにいたのは母親だった。っていうか、なぜトイレに？どこかで見張ってたのかな？母親が急に現れたってのも怖かったけど、一番怖かったのはその表情。その表情はまさに無表情だった。視線を一直線に捉えていて、毎日文字に閉じた口。人間ってのは、本当に怖い時は声が出なくなる。空気を飲んだ感じというのかな。なぜだかわからないけど、死ぬかと思った。本当に。ほんの数秒程度だったと思うけど、母親がなぜか紙のようなものを渡してきた。この場でこれを見なさい。お父さんにこの内容をちゃんと聞きなさい。もう怖くて怖くてしょうがなくて、俺は目線を下にやったんだ。目を合わせることすら怖くて、とにかくうつむいてた。すると突然母親が、おい！ちゃんと親の目を見なさいよ。その大声が狭い男子トイレ内で反響して耳に響いた。逃げようと思ったけど足がすくんで動けなかったので目を向けた。そして言われた通り紙を開いてみたら、ぎっしりと文章が書いてあった。それがもう、とにかくひどい内容だったよ。覚えている文章は書いておこうと思う。あなたの家のクソ親父と鬼ババアは、人ではありません。裁判で訴えます。親権と私の子供を返しなさい。もし返さない場合、慰謝料として1億円を請求させてもらう。といった感じに、そこには、子供じみた文章がずらずらと書かれていた気がする。その後気が済んだのか、母親は帰っていったけど、実際に裁判を起こされ、今でも続いている状況です。赤楚屋。ほんの数年前に知った私の母の故郷、四国のど田舎の習慣の話です。うちの集落には、赤楚屋という女限定の変な習慣があります。赤楚屋にもいろいろあって、大きく分けて、お祝いの言葉に使う場合と、お守りのことを指す場合があります。お祝いの言葉の方は、例えば所長が来た女の子や、恋人ができた未婚の女性に、おめでとうの代わりに言ったりします。お守りの墓葬屋は、母親から一人前になった娘に手渡す、安産のお守りのことを言います。例えば、娘が就職して実家を出て遠方に行くとき、そんなときは必ず持たせます。この場合何をもって一人前とするのかは割といい加減で、家によっては所長と同時だったり、就職やお嫁入りのときだったりとバラバラなのですが、とにかく安産のお守りなのは共通しています。妊娠していてもいなくても、ていうかしてない場合がほとんど。両方に共通しているのは、必ず男性が見ていない、聞いていないところでということです。とにかく女性限定の習慣なので、男性もいる席でおめでたいことが判明したりしたら、台所とかに呼んでこっそり、墓祖屋、墓祖屋、と言ったり、お守りを渡すときは、男の子のお守りを他の女性に頼んで、といった感じです。とにかく男性には、墓祖屋は徹底的に隠されます。多分、集落の男の人は、墓葬屋の存在自体知らない人がほとんど。私も都内の大学に進学して一人暮らしを始めるという時におばから墓葬屋をもらいました。もらったのが母ではなくおばからなのは、うちの母親はあまり迷信などに関して信心深い方ではなく、こういった古いしきたりも嫌っていたからです。母も祖母から墓祖屋はもらっていたようですが、私には墓祖屋はあげずに自分の代で途切れさせるつもりだったようです。実際こういう習慣があるのを嫌って母は集落を出ています。妹であるおばはお嫁入りも近所で済ませて、祖母と一緒に集落に残っています。ただ、それではあんまりおばあちゃんがかわいそうだから、それに都会は怖いところだから、女の子には絶対いるものだからと言われたので、根負けして受け取った感じでした。私がもらった墓葬屋は、見た目はどこにでもあるような、安産のお守りです。ちなみにピンク色。で、東京に出て1ヶ月目。情けない話なのですが、今まで住んでいた町に比べて、はるかに華やかな東京の雰囲気にすっかり酔ってしまった私は、大好きなカフェ巡りや雑貨屋通い、美味しいお店探しなどをしているうちに、あっという間にお金がなくなってしまい、自利品に陥っていました。何せ今までいた町は、母の故郷の集落ほどではないにせよ、寂れた町で、スタバ？バーミヤン？何それ？な感じでしたもので、バイトはまだ見つからないし、かといって1ヶ月目からお金を無心するのもどうかなぁと思い、家中余ってるお金はないか探しまくったのですが、見つからず、そこでふと思い立ったのは、お守りの存在でした。昔の話によくあるベタなあれですが、お守りの中にお金を入れて、困った時に使いなさい、みたいな気遣いの仕方がありますよね。ひょっとしたら、あの墓そやの中にお金が入ってたりとか、などと甘っちょろい期待を抱いて、墓そやを開けてみたんです。ところが、中にはお金など入っていませんでした。入っていたのは、片付けの厚紙と小さい古びた布切れだけ、2、3センチほどの目の粗い木綿かガーゼのような布で、その半分ほどが茶色いシミで染まってて、乾いて固まって、べこべこと波打っている。随分と古い布のようで、地の部分も黄ばんでいました。一体これは何なんだろう。私は妙な方向に思考を巡らせていました。生理の時、汚れたショーツを放置しとくと、こんな固まり方するんだよね。布が変な波打ち方して固まって、ってことは、これ、血？でも、一人前の花向けのお守りに、なんで血のついた布切れなんか。時間が経つにつれて、気になってしょうがなくなってしまい、とうとうお金の無心の電話にかこつけて、母に聞いてみることにしました。母は、私が墓そやをおばからもらっていたことすら知らなかったらしく、驚いた様子でした。あの布は何なの？と聞いてみましたが、母は、ただ静かな声で、ひどいことが起こらないよう、気をつけてね。というだけで、結局何も教えてくれませんでした。どうしても気になったので、今度はおばに電話してみました。久々に話した挨拶もそこそこに、私はまくし立てました。あれは何なの？あの布は？あのシミは？おばは、あれ、知らなかったっけ？というふうに、さらりと言いました。何って、血を、女の子の。墓そやは、男にひどいことされないためのお守りだって、〇〇ちゃん、姉さんから教わらなかったの？一瞬、何を言われたのかわかりませんでした。おばがしてくれた説明はこうです。儒教が伝わる以前は、どこの地方でもそうだったらしいけれど、日本はものすごく性に関してフリーというか、他人の奥さんを何か物でも借りるみたいに借りては犯して、生まれた子は皆で村の子として育てるみたいな感じだったそうですね。夜ばいなんかも堂々と行われていたのが当然だったとか。時代が進むにつれて、一般的にはそのような価値観は薄れたのですが、うちの集落は依然としてこんな女性に辛い気風が残っていたそうで、山奥にあるので、情報が伝わりにくかったのと、この地方は貧しいし、冬には農作業もできなくて、娯楽ややることが成功いくらいしかなかったのが関係してるのではと思います。とは言っても、そんな大勢の男に好き放題されて、誰のこともおぼつかない子供をはらまなければいけない女性の苦悩は、並大抵ではなかったでしょう。そこで女性たちが、鬱憤ばらしのためか、それとも本当に男たちに復讐しようとしたのかはわかりませんが、作り出したのが、墓祖屋だそうです。作り方は、聞いてて、おいおいと思ったんですが、死産で生まれた女の子の膣に、産婆さんが木綿布を巻きつけて、指をぎゅっと突っ込むんだそうです。血が染み出たら、布をねじり絞って、全体に血の染みを移す。それで一人でも多くの人に、お守りが多く渡るようにしたんだそうです。血のついた部分が入るように、お守りに入る程度の大きさに切って出来上がり、これが墓祖屋の中身になります。この墓祖屋は、いわゆる女性の貞操のお守りです。強姦や望まぬ妊娠で悲しむことがないよう、おそそ、かっこ女性器が血を流すことのないよう、幸せな羽織を迎えられるようにという願いがこもっているそうです。でもひどいのが、死産の子が少なくなると、強姦で生まれたり、父親が誰だかはっきりしない女の子でも、やってたんだそうです。確かに男たちにとっかえひっかえ抱かれる社会で幸せな初体験をしたいって望む人が多いだろうなってのはわからないでもないけれど、その子たちの幸せは？墓祖屋の役目はもう一個。墓祖屋さえあれば、たとえ手ごめにされても、男に呪いをかけて復讐することができると信じられていたそうです。とある女が村の男に迫られて侵されましたが、無理やりされていることのさなか、ずっと、墓祖屋、墓祖屋、と唱えていたら、男がいきなり内臓を口から吐いて死んだという言い伝えがあったようで、だから墓祖屋は独り立ちする女に渡されるのか、自分を傷物にする男を殺すためにと、その時唐突に理解し、背筋がぞっとしました。と一緒に墓祖屋の語源は、羽織、書屋のもじりじゃないか、だとか、男に内臓を吐かそうや、だったり、男に一泡吹かそうや、だとか、諸説あることも一緒におばから聞きました。じゃあ私は、そんな呪いの言葉を、めでたいめでたいって意味で使ってたの？と驚くと、おばは慌てて訂正しました。墓祖屋が向くのは男だけよ。女の人に向けていったら、幸せな初めてを経験できるといいねって意味になるから大丈夫。だから男の人に聞かせたらいけないんだけどね。昔は結婚まで、性交渉なんかしなかったでしょうから、結婚する人に向かって悪意などない、祝福の言葉以外の何者でもなかったようです。今では婚前の性行為なんて当たり前のようになってしまったから、形骸化した挨拶になってしまっているようですが、母の実家に帰るたびに、変な習慣だなぁとは思っていましたが、まさかこんな意味があったなんて、しかも、それを未だにほとんどの男性から隠し通しているあの集落の女性たちの半端ない団結が怖いです。村ぐるみで男の人を仮想の敵にして頑張ってるみたいで、だいたいどこの誰のかもわからない血がついた布付きのお守りなんて、正直持っている方が気持ち悪いんですが、捨てていいもんかどうか、まさかおばには相談できないし、第一私自身一応もう処女じゃないし、いいかなと思いつつ、まだ手元にあります。困った。捨てないで。3年前、仕事関係で知り合った仙台在住の女。当時自分は福岡に住んでいたため遠距離恋愛だった。こちらから別れを切り出した翌日、仙台から福岡にやってきたみたいで、帰宅すると、部屋の中がめちゃくちゃに荒らされていた。どうやら合鍵で入ったらしい。家電製品は粉々、食器棚や本棚も倒され、ガラスが散乱し、カーテンは切り裂かれていた。唯一無事だった洗面台の鏡には、血文字で、捨てないで、と書いてあり、もうがくぶる。そして通勤路には、彼女作成と思われるポスターが何枚も貼られていた。この人は変質者です。気をつけましょう。という文言とともに、自分の顔写真がデカデカとあった。挙句に、勤務先にも自分を中傷する電話がかかってきたり、会社のホームページの掲示板にも誹謗中傷がタラタラと書き込まれる始末。実家にも同様の電話と手紙が来たという。あまりにもひどいので、どういうつもりか問いただそうと、第三者を立て彼女と話し合った。彼女は、あなたのことは心から愛していた、と言いつつ、交際期間中にかかった飛行機代や、デートのために買った洋服代、果てには性交渉代等々、50万円請求してきた。こっちは逆に破壊された家電類や家具類の賠償をしてほしいくらいだ、と言うと、あなたが別れたいと言わなければ、そんなことはしなかった。だから、すべてあなたの責任。らしい。いろいろあったが、結局彼女の言い値の50万円を手切れ金として渡して別れた。一見清楚でおとなしそうな子だったのに、まだ仙台にいるそうで、独身です。もう30くらいでしょう。皆様、気をつけましょう。行きつけの喫茶店。昔、行きつけの喫茶店があった。おしゃれでも何でもない、普通のどこにでもある喫茶店。でも、マスターの人柄が良く、お店の中には穏やかな空気がいつも溢れていたから、癒されたい時とか、ほっと気持ちを落ち着けたい時には、少し遠かったけれど通っていたらしい。ある日、そこにバイトで女の人(Aさん) が入ってきた。友人には普通に接してくれているんだけど、どうしても張り付いたような笑顔が苦手だった。別の常連のおじさんから聞いた話では、Aさんは友人との人間関係がうまくいかずに、引きこもりがちになっていたのを、知り合いだったマスターがリハビリがてらバイトにおいでよと誘ったらしい。友人は自分が感じていた張り付いたぎこちない笑顔はそのせいだったんだと思った。しばらくは通っていたんだけれど、その張り付いた笑顔の彼女がいるその喫茶店で、友人は以前のように穏やかな気持ちや癒される気持ちを感じることができなくなってしまい、自宅から少し遠いというのもあり、次第に足が遠のいていった。しばらく行っていなかったその喫茶店を、ある日友人が訪れたところ、友人はすごく驚いた。マスターの容姿が豹変していたからだ。以前のマスターは、どちらかというとふくよかな体型で、その体型がお店の雰囲気を柔らかくしていたのに、そのマスターがガリガリに痩せていたのだ。びっくりした友人は、体調でも崩したの？とマスターに尋ねたら、にっこり笑って、ダイエットしたんだ。どう？かっこいいでしょう。と笑った。でも、体調を崩したの？と尋ねたくらいだから、どう見ても健康的な痩せ方ではなく、何と返事をしたらいいかわからず、そうなんだ。すごいね。としか言えないまま席に着いた。席に着いて気がついたけれど、以前となんだか雰囲気が違う。以前は、お店にはいろんな年代の人が集まり、楽しそうにお茶を飲み、ぽわんと暖かい空気に包まれていたのに、今のそのお店は人もまばらで、なんだか洞窟の中にいるような、暗く、重く、ひんやりとした空気が漂っていた。そして相変わらず、例の A さんはいた。いたにはいたけれど、以前とは雰囲気が変わっていた。なんというか、張り付いた笑顔はなく、他のバイトの人に指示を与えていたり、マスターとタメ口で、親しそうに話していたその様子に友人は驚き、そして、ああ、随分変わったんだな、と思い、それでもやはり A さんは苦手だと感じた。来るんじゃなかった、と思った友人は、コーヒーを飲んで早々に店を出た。そして、もうここに来るのはやめよう、と思った。店を出て駅に向かう途中、以前店でよく会った常連のおじさんに偶然会った。おじさんに、久しぶりじゃないか、元気だったのか、と言われた友人は、久々にあのお店に行ってみようと思って来たんです。と言った。するとそのおじさんは、君、あそこに行ったの？そうか。と言った。友人はそのおじさんの少し含みのある言い方が気になったが、正直にあのお店の雰囲気が好きでなくなったからとさすがに言えず、はい、でももうこの辺りにあまり用もないから、あのお店もなかなか来られないかもしれませんね。と言った。するとおじさんは、なんだかほっとしたように、そうだね。それがいいね。と言った。その含みのある言い方が気になり、思い切って友人はそのおじさんに、あのお店、なんかあるんですか？と聞いた。するとおじさんは、こういう話は好きでない人もいるからあれだけど、君ももう行かないと言うなら、と話してくれた。あのお店、友人が行かなくなって少ししてから、例のバイトの A さんがマスターと親密になっていき、A さんがカウンターの中に入り、マスターと親しげに、まるで夫婦のようにお店を仕切るようになっていったらしい。そして常連の人がマスターと話していると、中に入ってきたりして、常連さんの A さんがだんだんうざったくなっていき、そうなるとその気持ちが A さんに伝わり、A さんの態度が悪くなるといった悪循環で、だんだんと常連さんが減っていったという。その常連さんの中に一人、いわゆる見える人がいて、マスターには蛇が絡まってる。今のままじゃ首を絞められると言っていたらしい。で、マスターに、あなた、気をつけた方がいい。大きな蛇が絡まって締め付けてるよ。と言ったら、マスターがまるで小さな子供のように頭を抱えて、嫌だ。怖い。怖い。と言っていたらしい。で、そのおばさん曰く、原因が A さんだという。友人は、A さんが蛇っていうこと？と聞いたらおじさんは、僕にもよくわからないんだけれど、A さんが蛇になって、マスターを取り込もうとしているらしい。と言ったという。マスター痩せてたけど、A さんは元気だったでしょう。だから僕も常連さんの言うことがなんとなく気になって行かなくなったんだよね。A さんもあまり好きじゃないしね。それを聞いて友人は、ああ、A さんは蛇だと言われたら、そんな感じがすると思ったらしい。そしてその話を聞いた私が、A さんってどんな感じの人？参考までに教えて、蛇っぽい顔でもしてるの？と聞いたら、それがね、彼女がいるときに、何度もお店に行ってるし、今でも多分街中であったらわかると思うんだけどね。どうしても顔が思い出せないんだよね。なんていうか、思い出そうと想像しても、髪のない白い面長、目も鼻もない、ただ、口はある。赤くてね、ニッと笑ってるの。ホラー映画に出てくるみたいな、いかにもな描写なんだよね。でもね、思い出せないの。頭に浮かばないんだ。不思議だよね。でも、蛇って言われると、すごく納得できるんだよね。と言っていた。今でもその喫茶店はあるらしい。でも友人は、あれ以降一度も行ってないそうだ。普段能天気な友人だけれど、妙な勘が働くところがあるから、やばいと思うものを記憶に残さないように、顔が思い出せないようにしているのかな。メンヘラちゃん。メンヘラちゃんには気をつけてください。私は女ですが、女メンヘラちゃんに関わったことで怖い思いしたので書きます。私の前に働いていた職場は若い女性社員が多くて、社内はいくつかの女子グループがあり、たまたま私とメンヘラちゃんは同じグループでした。メンヘラちゃんの方が先に働いていたため、もともとあったグループに私が後から入った感じです。グループのみんないい人で、メンヘラちゃんも初めは普通で、グループみんな仲良しだったんですけど、私が気分転換に、ロングの髪をショートカットくらいまで切ったことで、おかしなことになりました。私はもともと男顔だったので、髪を切ったことによって、周りからイケメンだとふざけて言われるようになったんですけど、メンヘラちゃんは人一倍、ゆかちゃんかっこいい。ゆかちゃんイケメン。ゆかちゃんのこと、すごく好きかも。と言って腕組んだり、顔を見つめてきたり、すごくベタベタしてきました。メンヘラちゃんは二次元の男の子が大好きで、私がそれに似てたらしいんです。最初はふざけて、ありがとう。メンヘラちゃんも可愛いよ。とかイケメン対応してたんですけど、ある日、会社の飲み会の席で、いきなりチューされそうになって、拒否ったらメンヘラちゃんがまさかのヒステリックを起こして、大号泣したんです。それで、もしかして私、メンヘラちゃんにマジで惚れられてるって思って、失礼な話、すごく引いてしまったんです。どう接したらいいのかわからなくなってしまって、彼氏に相談したところ、女らしくすりゃいいんじゃない?とアドバイスをもらいました。私はそのアドバイスを聞いて、髪はすぐ伸びないから、メイクと服装を女らしく変えてみたりしたんです。そしたらすぐにメンヘラちゃんが気づいて、なんか最近系統変わった?前の方がいい。戻して。って言ってきました。でも、彼氏の好みに合わせようと思って、って言ってごまかしたら、その時から、メンヘラちゃんの態度が急変したんです。常にイライラして、周りの人に当たったり、いきなり泣き出したり、急にいなくなったり、目つきとかもきつくなって、ちょっと怖かったです。私は社内に仲のいい共通の趣味を持った男の子がいたのですが、なぜかいきなりその人の悪口をめちゃくちゃ言い出して、さすがにちょっと無理かもって思って、メンヘラちゃんと距離を置きました。グループに後から入ったのは私ですし、揉めるのも嫌だったので、結局そのグループからもやんわり抜けました。それからは、美人ちゃんって女の子とお昼食べたり一緒に帰ったりしてたんですけど、メンヘラちゃんは週に一度は、絶対に私に二人で遊びに行こうとか誘ってきてました。毎回私は理由をつけて断ってたのですが、毎回断っていたため、メンヘラちゃんも私が避けてるのに気づいたのか、誘ってこなくなりました。今思ったら、この辺からメンヘラちゃんがさらに壊れ始めたのかもしれません。美人ちゃんとは本当にすごく仲が良くなって、休みの日にお互いの家に泊まりに行ったりしてました。お互いに彼氏がいたので、彼氏の相談をしたり、趣味も一緒だったので、趣味の話をしたりして、一緒に二人で旅行に行ったりするくらい仲良くなりました。そんなある日、美人ちゃんが、最近メンヘラちゃんって子と連絡先を交換したんだけど、すごい連絡が来るんだよね。ゆかちゃんと仲がいいって言ってるけど、本当？三人で遊びたいって言ってるんだけど、どうする？みたいに聞かれました。私は美人ちゃんに、メンヘラちゃんが苦手なことを伝えて、適当に断ってもらいました。そんな中、事件は起こったんです。メンヘラちゃんの誘いを断った次の日、美人ちゃんは会社に来なかったんです。連絡しても返事は来ませんでした。いつもは返事の早い美人ちゃんなだけに心配でした。お昼になって美人ちゃんがいないから、私は一人でランチすることになったんですけど、そしたら嬉しそうにメンヘラちゃんが、私と一緒にランチしようって言ってきました。まあ、たまにはいいかなと思い、一緒にランチしたんですけど、ひたすら美人ちゃんの悪口を言われ、私はイライラしてしまったんです。でも、適当に聞き流して、早めにランチを終え仕事に戻ろうとしたところ、帰りに飲みに行こうって誘われました。私は少し強い口調で、行かない、と言いました。人の悪口ばかりを言うメンヘラちゃんと関わりたくなかったんです。メンヘラちゃんは無表情でぼーっとしてて、ちょっと怖かったです。その日は仕事終わってすぐに帰ったのですが、職場を出てすぐに会社の方にパトカーが向かっていきました。パトカーなんて珍しくもないし、その時は特に気にもしませんでした。会社から家に向かう道はあんまり人通りがなくて、大きい公園が途中にあり、夜はかなり暗くて怖いんです。なので、いつも気を紛らわそうと、音楽聴きながら早足で歩いて帰ってたんですけど、曲が終わって次の曲が始まるまでの無音の時に、コツ、コツ、コツって、真後ろからヒールの音が聞こえたんです。私はヒールじゃないし、妙に近くて不思議に思い、イヤホン取って振り向いたんです。真後ろ、本当に真後ろに、メンヘラちゃんがぴったり張り付いてました。もう近すぎて、識別できないくらい真後ろに。思わず、はっ！ってのけぞって、その場で尻餅ついちゃいました。メンヘラちゃんは息切らしながら、目が血走ってて、髪も乱れてて、本当に怖かったんです。ボソボソってなんかつぶやいてて、でも、いまいち聞き取れませんでした。唯一聞き取れたのは、警察っって単語だけでした。えって思ったんですけど、手にはなぜか会社にある大きなハサミを持っていて、瞬時に刺されるって思って、猛ダッシュで逃げました。追いかけられると思ったのですが、ヒールの音聞こえないし、走りながら後ろを振り向いたんです。そしたら、裸足で猛ダッシュで追いかけてきてて、あまりにも怖くて、いやーって叫びながらダッシュしてコンビニまで逃げました。コンビニのドアを開けようとしたら、ハサミが私の頭の真横をかすめて、コンビニのガラスにぶつかりました。ぞっとして全身に鳥肌が立ちつつ、急いで中に入り、私はそのままコンビニのトイレに駆け込んで鍵閉めました。家の近くのコンビニなので、何度か来たことがあって、トイレの場所も知っていたのが良かったです。トイレから、警察呼んでください。って叫びました。私は怖くてトイレから出れなかったんですけど、ドアの外からずっと鼻歌が聞こえてくるんです。トイレのドアの前で、ハサミを持ちながら、私が出てくるのを座って待っていたらしいです。その後、警察が来て連れて行かれたのですが、特に暴れることもなく、素直に連れて行かれたらしいです。私は怖くて、警察が来てもしばらくトイレから出て行けませんでした。事件の結末だけ言うと、美人ちゃんはその日の朝、会社に来る途中の歩道橋で、いきなり後ろからメンヘラちゃんに声をかけられて、そのまま階段から突き落とされたらしいです。美人ちゃんは頭を打っていて、腕も骨折していたらしくて、かなり重傷だったそうです。それですぐに救急車で運ばれたらしいのですが、メンヘラちゃんがカバン奪って逃げたため、美人ちゃんの身元が特定できなかったみたいです。夕方に美人ちゃんが意識を取り戻して、メンヘラちゃんに突き飛ばされたことと、私が危ないかもしれないと警察に話し、それによって警察が会社に来たみたい。メンヘラちゃんはパトカーが来た時に、捕まるってとっさに思って、ハサミ持ってダッシュで逃亡したみたいです。メンヘラちゃんは少し前に私の後をつけて家の場所を把握していたらしく、私を刺して心中するつもりだったみたいです。数年前とかの話で、私はもう結婚して会社も辞めて引っ越したので、今は平穏に暮らしてます。美人ちゃんとは未だに連絡取ってますが、お互いに心の傷は癒えてません。でも、一番の被害者は巻き込まれた美人ちゃんだよなって思って、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。メンヘラちゃんが今どこで何をしているのかはわかりませんが、多分もう出てきてて普通に生活してるのかな。立ち直ってメンヘラ克服してることと、二度と会わないことを願うのみです。まあ、メンヘラの人がみんなこんなではないかもしれませんが、私はもう二度と関わりたくないです。執着された理由もよくわからないし、初めは普通の子だったため、未だに新しく人と関わるってなると怖くなったりもします。トラウマってやつですかね。皆さんも気をつけてください。長文、失礼しました。村。友人の A とある村に行った時の話。俺と A は仕事柄いろいろな地方を旅して回ることが多い。仕事はテレビ局関係ではなく雑誌の記者みたいなものだ。その日はある村の心霊現象についての取材だった。昔何かがあって村人の大半が亡くなったことで有名な村だった。しかし、この手の取材は時期になるとよく派遣されるもので、それも決まってただの見間違いや風や雨などによる自然現象が原因なのがオチだった。まあそこをうまくするのが俺たちの仕事なのだが、この時も俺たちはどうせデマだろうと思い、さっさと帰って打ち上げでもしたいと考えていた。しかし、ことはそう簡単には進まなかった。東京から車で出て4時間、県境を越えた後は山奥をさらに奥へと進む。そんな偏僻な場所にその村はあった。家は結構建っていたが、見た目のボロさや、ところどころ剥がれ落ちた壁などで、もう長いこと誰も住んでいないことは一瞬で見て取れた。村自体は周りを高い木で囲まれており、まだ少し昼を過ぎたくらいだというのに、太陽の光も当たらない、なんとも暗い場所だった。俺と A は早速取材を始めた。まずはボロ屋の写真を片っ端から撮り、その後いかにも雰囲気がありそうな沼や学校を撮ったりした。撮りたい写真が撮り終わる頃には、もう辺りは暗くなっていた。俺と A は相談した結果、暗いと山道は危険だし、取材も早く終わったから、今晩はここで過ごそうということになった。俺たちは車で学校の前まで行き、そこで車を止め、軽い夕食をとると、夢の世界へと落ちていった。どのくらい経っただろうか。ふと目が覚めた俺は軽く伸びをすると、携帯で時間を確認した。時刻は午前1時50分。あまりにも早く起きすぎたと思い、もう一眠りしようと、ふと窓の外の廃校に目をやった。俺は目の前の光景に目を疑いそうになった。学校の教室の電気すべてがついていたのだ。しかも、よく見ると、人らしき影も見える。おかしい。だってこんな時間だ。普通に考えてこんな時間に学校の電気が、ましてや人が学校にいるわけないし、第一ここは廃村だ。俺は持ってきていたビデオカメラをズームにして中の様子を見てみた。やっぱり人だった。それも老若男女、様々だった。そんな俺の気配に気づいたのか、A が起きてきた。俺は眠気まなこをこする A にビデオカメラを渡して、黙って学校の方を指さした。するとみるみる A も驚いた顔になり、その光景に釘付けになった。俺たちはしばらくそれを見ていた。しかし、A がもっと近くで見よう。これはスクープになるって言い出した。いつもの俺なら、こんな大チャンス、絶対に手放そうとは思わなかっただろう。だが、この時の俺は違っていた。何かよくわからないが、すごく嫌な予感がした。だから俺は A に、これだけはやめておこうと反対をした。だけど A は、大チャンス大チャンスと言って、全く聞く耳を持たなかった。しばらく口論を続けていたが、A がもういいと言って、無理やり車のドアを開けようとした。俺は必死になって止めた。なぜだか必死になって。しかし、A は、ついに扉を開けてしまった。そう。それはごくわずかな音だった。車の戸が開く音など、とてもごくわずかだ。しかし、俺は見てしまった。見てしまったんだ。A が扉を開けたと同時に、一斉に学校にいる人たちが、俺たちのことを見た。俺は驚いて、怖くて、息をするのさえ忘れてしまいそうだった。俺の様子に気づいた A も、俺の視線の先をたどった。そして、驚愕した。その時、学校の電気が一斉にふっと消えた。俺と A はビクッとした後、二人して顔を見合わせた。することはお互い決まっていた。逃げよう。俺は急いで車のエンジンを作動させた。さあ、いざ発進と思ったとき、また学校の方を見た。俺は今度は悲鳴を上げた。なんと、学校にいた人間が、昇降口から猛ダッシュで追いかけてきている。しかも、おのおのそれぞれ手に何か持っているのだ。しかし、あれがナタや鎌などの凶器だと悟った時には、もう車は発進していた。俺はこれまでの中で、一番真面目に慎重に運転をした。車に追いつくことはないと思うが、それでも出している速度は80キロを超していた。俺たちはただ、前だけを見ていた。決して左右を見ようとは思わなかった。だって、家という家から、女子供が顔を出して、俺たちを睨んでいたから。村を出た、狭く荒れた山道も、なんとか越えることができた。本当にここは、なんて村だ。俺の中に、空想の中の村がいくつも頭に浮かんだ。多分どれも正解にはならなかった。高速に乗り、サービスエリアに着いた時は、二人とも汗びっしょりだった。俺たちは今度こそ、ちゃんとした安眠を取ることができた。ぐっすりと眠れた。俺と A は記者を辞めた。俺も A も会社は別だが、サラリーマンをやっている。生活は充実している。たまに A と会った時には、いつもあの時の話をする。本当にあれは怖かった。あの後会社に戻った俺たちは、部長に必死にあの時の体験を説明した。だけど、部長を含め、誰も俺たちの話を信じてはくれなかった。学校を撮ったビデオカメラにも、何にも映っていなかった。でも、俺は信じてる。あの時の体験を。だって、現に会社に帰った後、車の後ろを見てみると、傷がたくさんついていたから、あれはあの人たち、いや、村民たちが投げた石の傷だと、そう今ならはっきり言える気がする。他には、お母さん、今日ずーっと家にいたよね。ね、ゆうちゃん。私が5歳のある日の夕方、母親がしきりに私に言ってきた。お母さん、ずーっと家にいたよね。ね。よくわからないけど、うん、いたよって答えたら、母親はすごい喜んだ。次の日、隣に住む祖母が遺体で発見された。一見自殺なのだが、遺書がなく、足が悪いのに首吊りをしたことも違和感があるとして、他殺の可能性もあり、うちにも警察の人が来た。5歳の私にも聴取のようなことがされたが、ほとんど母についてだった。実は母と祖母の仲は悪く、もともと同居していたのに、新しく家を建て、祖母を追い出した経緯もあった。お母さんはあの日ずっと家にいたの？警察にしつこく聞かれたが、いたよと伝えた。その後母に、ゆうちゃん、警察に何聞かれたの？他にはと、しつこく聞かれた。そして、家にいたと伝えたことを言うと、ほっとしていた。あれからもう20年以上経って、私は会社員として働いている。13歳で父が亡くなり、苦しい中大学まで行かせてくれた母には、本当に感謝している。ただ、あの日私がテレビを見ながらうとうとしている間に、母が裏口から30分ほど家を出て行ったのが、忘れたくても、忘れられない。食べれるんだ。私が当時、小学1年生の頃の話です。私たち家族は、おばあちゃんが職場で出会った A さん一家とよく遊んでいました。A さん一家は私と同い年の男の子、姉と同い年の当時小学5年生の男の子、父、母の4人家族でした。休みの日にはバーベキューをしたりと、それなりに親しい関係でありました。ある日 A さんに、見せたいものがあると誘われて、私たち家族は A さんの家へ行きました。親しい仲ではあったのですが、A さんの家に遊びに行くのは初めてでした。家の中は薄暗く、すごく蒸し暑かったのを覚えています。見せたいものというのは、バーベキューの際に釣ったカニでした。しばらくして A さんの旦那さんが、お皿に並べた何か赤いものを持ってきました。生肉でした。私の母が、何ですかこれ。尋ねると A さんが、鹿の生肉、おいしいから食べてごらん、と言いました。当時の私は、生肉という響きに誘われて、何も考えずに口にしました。血の味でした。私の家族は戸惑った様子で顔を見合わせてましたが、しばらくして口に入れてました。A さんは、にっこりと笑って、へえ、食べれるんだ、と言いました。ちょうど私と同い年の男の子が部屋に来て、何それ、俺も食べてみたい。と言うと、A さんは、あんたには後であげるから。と私の母が、〇〇くんは食べたことないんですか？と尋ねると、ええ、この子にはまだ食べさせたことないのよ。と、私がもう一度口にしようとすると、母に、あ、〇〇くんと外で遊んできなさい。お姉ちゃんも連れて。と言われ、はーいと外に出ました。しばらくして私の家族が A さんの家から出てきて、母が、帰るわよ。と私と姉に声をかけてきました。私たちは、まだ遊びたいのに、と言うと、母は余裕のない様子で、いいから、早く、と言うのです。私と姉は驚き、すぐに車に乗り込みました。窓を開け、A さんの家を見ると、A さん一家はにっこりと笑っていました。現在私は精肉屋でバイトをしています。この間チーフと生肉の話になり、ふとこの話を思い出してチーフに話すと、顔を真っ青にしたチーフに、なんてもの食べるんだ。鹿の生肉なんて食中毒になったらどうするんだ。と言われました。今考えてみれば、A さんの食べれるんだという言葉、おかしいですよね。美味しいから食べてと私たちに勧めたのに、まるで食べたことがないような。息子も食べたことがないようでしたし、当時の私はよくわからず、好奇心で口にしましたが、もしかしたら A さんは、私たち家族で食べられるか、食べられないかを試したんでしょうか。そういえば、A さんの家に遊びに行ってから、自然と A さん一家と関わることがなくなりました。おばあちゃんは、A さん仕事を辞めたから、と言っていました。マネキン。私には霊感がありません。ですから幽霊の姿を見たことはないし、声を聞いたこともありません。それでも、ものすごく怖い思いをたった一度だけ中学生の時に体験しました。その話を聞いていただきたいと思います。14歳の頃、父を亡くした私は母の実家に引っ越すことになりました。母方の祖父はとうに亡くなっていたので、祖母、母、私と女三人だけの暮らしとなります。私は親が死んだショックから立ち直れないまま、新しい環境に早急に馴染まなくてはいけませんでした。不安はあったのですが、私の身の上に同情してか、転校先の旧友たちも優しく接してくれました。特に、S子という女の子は、転校してきたばかりの私に大変親密にしてくれ、教科書を見せてくれたり、話し相手になってくれたりしました。彼女と親友になった私は、自然に周囲に心を開いてゆき、2ヶ月も経つ頃には、みんなでふざけ合ったり、楽しく笑い合ったりもできるようになりました。さて、そのクラスには、えふみという可愛らしい女の子がいました。私は彼女になんとなく心惹かれていました。もちろん変な意味ではなく、女の子が見ても可愛いなと思えるような小柄で華奢な感じの子だったので、同性として好意を持っていたのです。私はちょっと地黒で背も高いので、今考えると多少の憧れもおそらくあったのだと思います。好かれようとしていると効果はあるもので、席替えで同じ班になったことからだんだん話すようになり、彼女が母子家庭であることが分かって、余計に親しくするようになりました。もっともえふみの場合は、死に別れたのではなくて、父親が別の女性と逃げたとか、そういうことだったように聞きました。彼女も女だけで生活しているということを知ったとき、この子と友達になってよかったな、と心底思いました。ただそれも、彼女の家に遊びに行くまでの短い間でしたが、その日、私がなぜえふみの家を訪ねることになったのか、よく覚えていません。ずいぶん昔の話だからというのもありますが、それよりも、彼女の家で見たものがあまりに強い印象を残したので、そういった些細なことがあやふやになっているのでしょう。その時、S子もいました。それまでもS子は、えふみのことをあまりついておらず、私が彼女と仲良くすることを好ましくは思っていないようでした。それなのになんで彼女がついてきたのか、私には思い出せません。しかしとにかく、学校の帰り、家が全然別な方向なのにもかかわらず、私とエスコは何かの用事でえふみの家に寄ったのでした。彼女の家は正直古さの目立つ平屋で、木造の壁板は反り返り、庭はほとんどなく、隣の家との間が50センチもないような狭苦しい場所にありました。私はちょっと驚きましたが、おばあちゃんの家も年季は入っていますし、家計が苦しいのはしょうがないだろうと思って、自分を恥ずかしく思いました。お母さん、えふみが呼ぶと、少ししわは目立つものの、奥からにこやかな顔をしたきれいなおばさんが出てきて、私とエスコにこちらが恐縮するほどの深々としたお辞儀をしました。洗濯物を取り込んでいたらしく、手にタオルや下着を下げていました。お飲み物持って行ってあげる。随分と楽しそうに言うのは、家に遊びに来る娘の友達が少ないからかもしれない、と私は思いました。実際エフミも、家にはあんまり人は呼ばないと言っていましたから、もし、エフミの部屋があんまり女の子らしくなくても驚くまい、と私は自分に命じました。そんなことで、優越感を持ってしまうのは嫌だったからです。しかし、彼女の部屋の戸が開いたとき、目に飛び込んできたのは、予想もつかないものでした。エフミが綺麗だということはお話ししましたが、その分やはり、おしゃれには気を使っているということです。明るい色のカーテンが下がり、机の上にぬいぐるみが座っているなど、予想以上に女の子らしい部屋でした。たった一点を除いては、部屋の隅に立っていて、こっちを見ていたもの。マネキン。それは間違いなく、男のマネキンでした。その姿は今でも忘れられません。両手を曲げて縮め、W の形にして、こちらをまっすぐ見つめているようでした。マネキンの霊に漏れず、顔はとても整っているのですが、その分だけ、その視線が余計生気のない、うつろなものに見えました。マネキンは真っ赤なトレーナーを着て、帽子をかぶっていました。不謹慎ですが、さっき見たおばさんが身につけていたものより、よほど上等なもののように思えました。これ、エスコと私は、唖然としてエフミを見ましたが、彼女は別段意外な風でもなく、マネキンに近寄ると、帽子の角度をちょっと触って調節しました。その手つきを見ていて、私は鳥肌が立ちました。かっこいいでしょう。エフミが言いましたが、なんだか抑揚のない口調でした。その大して嬉しそうでもない言い方が、余計にぞっとしました。ようこそいらっしゃい。と言いながら、トレーにケーキと紅茶を乗せたおばさんが入ってきて、空気が救われた感じになりました。私と同じく場を持て余していたのでしょう。エスコが手を伸ばし、お皿を座卓の上に並べました。私も手伝おうとしたのですが、お皿が全部で4つありました。あれ、おばさんも食べるのかなと思い、ふと手が止まりました。その時、おばさんがケーキと紅茶のお皿を取ると、ニコニコと笑ったまま、エフミの机の上に置きました。それは、マネキンのすぐそばでした。とんでもないところに来た、と私は思いました。服の中を自分ではっきりそれとわかる、冷たい汗が流れ続け、止まりませんでした。エフミはじっとマネキンのそばに置かれた紅茶の方を凝視していました。こちらからは彼女の髪の毛しか見えません。しかし、突然前を向いて、何事もなかったかのようにフォークでケーキをつつき、お砂糖壺を私たちに回してきました。私はよほどマネキンについて聞こうと思いました。彼女たちはあれを人間扱いしているようです。しかもケーキを出したり、服を着せたりと上等な扱いようです。ですが、エフミもおばさんもマネキンに話しかけたりはしていません。彼女たちはあれを何だと思っているのだろうと考えました。マネキンの扱いでは断じてありません。しかし、完全に人だと思って思い込んでいるのだとしたら、彼とかあの人とか呼んで私たちに説明するとかしそうなものです。でも、そうはしない。そのどっちとも取れない中途半端な感じがひどく私を不快にさせました。私がマネキンのことについて尋ねたら、エフミは何と答えるだろう。どういう返事が返ってきても、私は叫び出してしまいそうな予感がしました。どう考えても、普通じゃない。何か話題を探しました。部屋の隅に鳥かごがありました。マネキンのこと以外なら何でもいい。普通の学校で見るような絵踏みを見さえすれば安心できるような気がしました。鳥飼ってるの？いなくなっちゃった。そう。かわいそうね。いらなくなったから。まるで無機質な言い方でした。飼っていた鳥に対する愛着など、微塵も感じられない。もう出たい、と思いました。帰りたい、帰りたい。ここはやばい。長くいたらおかしくなってしまう。その時、トイレどこかなとエスコが立ち上がりました。廊下の向こう、外出てすぐ、とエフミが答えると、エスコはそそくさと出て行ってしまいました。その時正直、私は彼女を呪いました。私はずっと下を向いたままでした。もうたとえ何を話しても、エフミと意思の疎通は無理だろう、ということを確信していました。パタパタと足音がするまで、とても長い時間が過ぎたように思いましたが、実際にはほんの数分だったでしょう。エスコが顔を出して、ごめん、帰ろ、と私に言いました。エスコの顔は青ざめていました。エフミの方には絶対に目を向けようとしないのでした。そう、お帰りなさい。と、エフミは言いました。そのずれた言い方にそっとしそうでした。エスコが私の手をぐいぐい引っ張って、外に連れ出そうとします。私はそれでもまだ、形だけでもおばさんにおいとまを言っておくべきだと思っていました。顔を合わせる勇気はありませんでしたが、奥に声をかけようとしたのです。エフミの部屋の向こうにある襖が20センチほど開いていました。すいません。失礼します。よく声が出たものです。その時、隙間から手が伸びてきて、ピシャッと、勢いよく襖が閉じられました。私たちは逃げるように、えふみの家を出て行きました。帰り道、私たちは夢中で自転車をこぎ続けました。エスコが終始私の前を走り、1メートルでも遠くへ行きたいとでも言うように何も喋らないまま自分たちのいつもの帰り道まで戻っていきました。やっと安心できると思える場所に着くと私たちは飲み物を買って一心不乱に喉の渇きを癒しました。もう付き合うのはやめろとエスコが言いました。それは言われるまでもないことでした。あの家やばい。えふみもやばい。でも、おばさんがおかしい。あれは完全に。おばさん？トイレに行った時のことをエスコは話しました。エスコが、えふみの部屋を出たとき、隣の襖は開いていました。彼女は何気なしに通り過ぎようとして、その部屋の中を見てしまったそうです。マネキンの腕が畳の上に4本も5本もゴロゴロ転がっていたそうです。そして、傍らで座布団に座ったおばさんが、その腕の一本を狂ったように舐めていたのです。エスコは震えながら用を足し、帰りに恐る恐る襖の前を通りました。ちらっと目をやると、こちらをじっと凝視しているおばさんと、目が合ってしまいました。つい先ほどの笑顔はそのかけらもなくて、目が完全に座っています。マネキンの腕があったところには、畳んだ洗濯物が積まれてありました。その中に、男物のパンツが混じっていました。マネキンは、エスコはついそう言って、しまったと思ったのですが、おばさんは何も言わないまま、エスコに向かって、またにっこりと笑顔を見せたのでした。彼女が慌てて私を連れ出したのは、その直後のことでした。あまりにも不気味だったので、私たちはえふみが喋ってこない限り、彼女とは話をしなくなりました。そして、だんだん疎遠になっていきました。この話をみんなに広めようかと考えたのですが、到底信じてくれるとは思えません。えふみと親しい子にこの話をしても、傍目からは、私たちが彼女を孤立させようとしているとしか、思われないに決まっています。特にエスコが、えふみとあんまり仲が良くなかったことは、みんな知っていますから。えふみの家に行ったという子に、こっそり話を聞いてみました。でも、一様に、おかしなものは似ていないと言います。だから余計に、私たちに状況は不利だったのです。ただ一人だけ、これは男の子ですが、そういえば、妙な体験をしたという子がいました。えふみの家に行ってベルを押したが、誰も出てこない。あらかじめ連絡してあるはずなのに、と困ったが、とにかく待つことにした。もしかして奥にいて聞こえないのかと思って戸に手をかけたらガラガラと開く。そこで彼は中を覗き込んだ。襖が開いていて部屋の様子が見えた。浴衣を着た男の背中が見えた。向こうに向いてあぐらをかいている。音声は聞こえないが、テレビでもついているのだろう。背中にブラウン管かららしい青い光が差して、時折点滅している。だが、何度呼びかけても、男は振り返りもしないどころか、身動き一つしない。気味が悪くなったので、そのまま家に帰った。えふみの家に男はいないはずです。たとえ親戚やおばさんの知り合いであったところで、テレビに背中を向けてじっと何をしていたのでしょう。それとも、男のパンツは彼のだったのでしょうか。もしかしてそれはマネキンではないか、と私は思いました。しかし、あぐらをかいているマネキンなど、一体あるものでしょうか。もしあったとすれば、えふみの部屋にあったのとは別のものだということになります。あの家にはもっと他に何体もマネキンがある。私はこれ以上考えるのはやめにしました。あれから14年が経ったので、今では少し冷静に振り返ることができます。私は時折、地元とは全く関係ないところでこの話をします。一体あれが何だったのかは正直今でもわかりません。もし、えふみたちがあれを内緒にしておきたかったとして、仲の良かった私だけならまだしも、なぜエスコにも見せたのか、どう考えても納得のいく答えが出ないように思うのです。そういえば、腕を W の形にしているマネキンも見たことがありません。それでは服は着せられないではないですか。しかし、あの赤い服はマネキンの体にぴったりと合っていました。まるで自分で着たとでも言うふうに。これが私の体験のすべてです。慣れてなくて、話の切れ目が多くなってしまいました。ごめんなさい。あのマネキンの家がどうなったのかは私も知りません。母親が再婚して別の家に移ってしまったので。心霊話じゃなくて、あんまり怖くないかもしれませんけど、あの時ほど怖くなったことはありませんでした。笑い女。今、俺が体験してる話を。先週の金曜のことなんだけど、会社の先輩の大村っていう男が死んだ。もちろん直接現場を見たわけじゃないけど、マンションの自室で自分の両耳にボールペンを突き刺して死んでたらしい。大村自身の手がペンをぎゅっと握りしめてたっていうんで、警察も事件性は認めずに、すぐに自殺だって判断した。会社の連中は、そんな大村の死に様を随分不思議がったりしていたけど、俺は特に驚きもしなかった。それでも司法解剖っていうやつがどうしても必要らしくて、多分、大村の体は詳しく調べられたんだと想像してる。わかりきってることを調べるために体をいじり回されるなんて、ちょっと気の毒だと思う。すぐに通夜があって、同じ課の奴らは課長を先頭に連れ立って公共斎場に行ったらしいけど、俺だけは、どうしても外せない用事があるって課長に断って直帰した。周りから見たら不自然だったろうとは思うけど、通夜なんていう締めっぽくて、皆が押し黙ってるような空間には、今は耐えられそうにないから。大村と俺とは、先輩後輩っていうこととはあまり関係なく、仲が良かった。お互いに相手のマンションの所在地を知ってたって書けば、どの程度の仲だったかは伝わるかなと思う。3週間くらい前のあの日も、大村が会社帰りに俺の部屋に遊びに来てた。俺らは缶ビールを飲みながら、同僚の陰口ばかり叩いてた。二人とも酒を飲む時だけは会話を楽しみたいってタイプだったから、テレビもつけてなかったし、音楽を流したりもしてなかった。我ながら暗いとは思うけど、そのうちに買いだめてあったビールが尽きた。俺はアルコールがなくても会話が楽しければいいと思ってたんだけど、大村はそれじゃダメみたいだった。すぐに買いに行こうって言い出す。しぶしぶながらも、大村を連れてマンションを出て、近所のスーパーに買い出しに行った。店に入るとすぐに、大村が、おい、なんだよあれ。ってニヤニヤしながら聞いてきた。指さす先を見ると、ボサボサの髪を腰まで垂らした女が、買い物かごをぶら下げて野菜を選んでた。別に何の変哲もないよくある光景だ。ただ一つ変わってるとしたら、女が大声で笑ってることだけ。レタスを手に取りながら、いやって笑ってるだけ。それすらも俺にしてみればやっぱり何の変哲もないよくある光景だ。ああ、あれ笑い女だよ。説明しとくと、笑い女は近所では有名な人物。パッと見にはごく普通の若い女で、取り立ててどうこう言うべきところもない。確かに腰まである髪は傷み切っていてボサボサだけど、そんな女、どこに行ったっていると思う。ただ、笑い女の変わっているところは、その呼び名通りに、いつでも笑っているところ。いやっていう、何かから空気が漏れるような、それでいてちょっと湿った感じの独特な笑い声をまき散らして、口の端からよだれを垂らしてる。だからみんな、笑い女とか、レジ打ちのおばちゃんも、お笑いさんとか呼んでる。ただそれだけの存在だ。誰に迷惑をかけるわけでもないから、周りはあんまり気にしない。気にしたとしても、嫌なものを見たってちょっとの間思うだけで、すぐに見て見ぬふりをする。今になって思えば、その時の大村はかなり酔っていたんだと思う。ちょっとからかってくるわ。とか言って、笑い女に近寄っていった。俺も酔っていたんだと思う。何しろ、大村のことを止めようとはしなかったから。なあ、おい、あんた、何がそんなにおかしいんだよ。大村は、ぶっきらぼうな口調で笑い女に声をかけた。けれど、笑い女は答えない。いやって笑うばかりだ。おい、答えてみろって。世の中こんなに不景気だっつうのに、何を楽しそうにしてやがんだ。大村はそんな内容のことを言ってた。多分、それまでは俺と一緒に陰口を叩くことで発散してたものが、酔いのせいで他人にまで向いたんだと思う。やっぱり笑い女は、いやって笑うだけで何も答えない。そんなことをしばらく繰り返してから、大村は、なんだよこいつつまんねえ。おい、もう行こうぜ。って言って、不機嫌そうにその場から離れた。俺らはカゴにスナック菓子とかを詰め込んでから、酒の並んだ棚に行った。大村はすぐに缶ビールを手に取っていたけど、俺はビールに飽き始めてたから、酎ハイをじっくり選ぶことにしたんだけど、そのうちに大村が、うおっていう叫び声を上げた。何かと思って振り返ると、大村と笑い女が至近距離で向き合ってる。レイのいやいやいやっていう声と一緒に、女の口から大村の顔に唾が飛んでるのが見えた。それから、大村が両手を突き出して、笑い女を押し倒すまでは一瞬だった。笑い女はふらふらっと倒れて、ぺたんと尻餅をついて、それでも、いやって笑い続けてた。買い物客とか、店員とかが遠巻きに二人を眺めてて、俺も気まずくなってきてたから、適当に酎ハイを選んで、大村と一緒にそそくさと会計を済ませた。笑い女に謝ろうかとも思ったけど、事情がよくわからないし、俺が謝るのも変な気がしてやめておいた。何があったのか聞くと、大村が言うには、お前が酒選んでるの眺めてぼーっとしてたら、耳元で気持ち悪い笑い声が聞こえてさ、驚いて振り返ったら、すぐ目の前にあの女の顔があったんだよ。それで気味が悪かったから、とっさに突き飛ばしたっていうことらしい。それから、よく見たらあいつって何か付け加えかけたんだけど、途中で口ごもって最後まで聞かせてくれなかった。部屋に帰ってからまた二人で飲み始めた。でも、大村はさっきのことで罰が悪いのか元気がなくて、ふとした拍子に会話が途切れて、お互いに黙ってしまうようなことが多くなった。そんな感じで会話が途切れると、大村はキョロキョロと視線を動かしたりする。そのうちに、なんかゲームやろうぜって大村が言い出した。こいつがゲームで遊びたがるなんて珍しいなぁとは思いつつも、新無双3で遊んだ。二人ともすぐに熱中しだして、大村もいつも通りの元気な感じになってきた。そうしてるうちにバスがなくなるっていう時間になって、大村は帰っていった。この時の俺は、スーパーでのことなんか、完全に忘れてたと思う。次の日から、大村の行動がおかしくなり始めた。まず、やたらとウォークマンで音楽を聴くようになった。別にそれ自体はおかしなことではないけど、出勤途中に顔を合わせてこっちから声をかけても、軽く手を上げるだけでイヤホンを外そうとしない。近寄ってみると、ものすごい大音量で聞いてるみたいで、やたらと音漏れしてた。ちょっと感じ悪いなぁと思ったけど、その時は別に何も言わないでおいた。それが、昼休みにまで音楽を聴くようになった。昼飯に誘おうとしても、大村はそそくさとイヤホンをつけて、一人でどこかに行ってしまう。挙句、仕事中にまでイヤホンを外さなくなった。さすがにこれはおかしいと思っていたら、大村よりもさらに上の先輩が大村を怒鳴りつけた。それからは仕事中に音楽を聴くようなことはなくなったけど、代わりに独り言を言うようになった。しかも、うるさいとか、ああ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 とか、大声で言う。周りが注意してもやめようとしない。みんな正直気味悪がってた。見るに見かねて退勤してから大村を呼び出して話をすることにした。大村は最初俺と話すのを渋ったけど、賑やかなところでだったら話すって言い出したからファミレスに連れ出した。ファミレスはそこそこの混み具合で、高校生っぽいのが大声ではしゃいだりしてた。それから俺が、最近のお前はおかしいって切り出すと、大村は、自分でもわかってるって言った上で、一人でに話し始めた。なかなか要領を得ない話だったんだけど、大雑把にまとめるとこんな感じ。例のスーパーでの一件以降、ふとした表紙に笑い女のイヒャイヒャイヒャっていう笑い声が聞こえるようになった。はじめはかすかに聞こえるという程度で空耳かとも思ってたんだけど、ちょうど背後からだんだん近づいてきてるような感じで、日を追うごとに笑い声は大きくなってきてる。周りで何かの音がしているような時には、笑い声は聞こえてこないのだけれど、ふと無音状態になると、イヒャ、イヒャ、イヒャが聞こえてくる。今では、少しくらいあたりが騒がしくても、それ以上のボリュームで笑い声が聞こえてくることもある。何より辛いのは夜中で、寝ようと思って電気を消すと、部屋中に鳴り響くような勢いで笑い声が襲ってくるので、とてもじゃないけど寝つくことなんてできない。まとめるとさっぱりしてるけど、実際には話してる途中でいきなり大声を出したり、あいつがって泣きそうな声で繰り返したりするから、内容をつかむのにはかなり時間がかかった。しまいには、あの女に呪われた、とか、あいつ、幽霊なんじゃないか、とか言い出す始末。俺が何よりもまず思ったのは、大村は変な妄想に取り憑かれてるってこと。笑い女は幽霊なんかではないし、ただのちょっと変わった女でしかない。その証拠に、あの日以降も、俺は笑い女がスーパーで買い物をしてるとこを何度も見てる。実在する人間だ。笑い声が独特で、気味が悪いから耳に残ったっていうのと、大村なりの罪悪感みたいなものが妄想の原因だと思った。だいたいスーパーに出る幽霊っていうのもなんだか間抜けだと思う。そう言って聞かせても、大村はまるでこっちの言うことを聞こうとしない。呪いとか幽霊とか繰り返すばっかり。俺はだんだんイライラしてきて、そんなに言うなら一緒にスーパーに行こうって切り出した。大村の言ってることのバカバカしさにも腹が立っていたし、相手が現に実在してるただの女だって認識すれば、変な妄想もなくなるんじゃないかと思ったから。もちろん大村は猛烈に嫌がったけれど、俺は大村を無理やり引きずるようにして、レストランから出て電車に乗って例のスーパーに向かった。電車の中でも大村はブツブツつぶやいててビビってた。やっとスーパーの前まで着いたところで大村がやっぱり嫌だって言い出した。絶対に中には入りたくないって。仕方ないから店の前の駐輪場から店内を覗こうって俺が提案した。それでも大村は帰るって言い出してたけど、俺は相手の肩をがっちり押さえて逃げ出せないようにした。ちょっとだけ弱者をいたぶるような気持ちもあったと思う。けれど、ガラス越しに店内を眺め渡しても、笑い女はいなかった。いつも笑い女と出くわす時間はだいたいこのくらいだから、きっといるだろうと思ったのが失敗だったのかもしれない。まずいなと思った。ここで笑い女を見ておかないと、大村は余計にあいつは幽霊だって思い込むかもしれないから。それでももう少し待ってれば、いつものように買い物に現れるかもしれないって俺は粘った。そのうちに大村が両耳を塞いでガタガタ震え出した。聞こえるよ。聞こえるよ。って、子供が泣きじゃくってるみたいな調子で鼻水を垂らして言う。やっぱ、呪われたんだよ。って。でも俺は、それが笑い女の呪いなんかで聞こえてるわけじゃないってはっきり気づいてた。なぜなら、いやっていう笑い声は、大村だけじゃなくて、俺にも聞こえてたから。首だけを横に向けて振り返ると、俺に肩をつかまれた大村の真後ろに、笑い女が立ってた。って、笑いながら、よだれを垂らしてる。俺は大村が絶対に後ろを振り向かないように肩を押さえる手に力を込めた。ただでさえ笑い女を怖がってる大村がこんな至近距離で当の本人と向かい合うのは絶対にまずい。少しすると笑い女はスーパーとは逆の方向に笑いながら去っていった。立ち去り際に、笑い女の顔が、俺の方を向いた。俺はそれまで、笑い女を遠巻きに見たことはあっても、あんな至近距離で、真正面から見るのは初めてだった。口はにんまり開かれてるのに、ボサボサの髪の中で、こっちを向いてる目は、全然笑ってない。でも、怖いと思ったのは、そんなことじゃなくて、笑い女の口そのものだった。よだれが、口の端で泡になってる笑い女の口には、歯がなかった。それからあと、俺は随分自分勝手なことをしたと思う。何も知らずにまだ震えてる大村を無理やりバスに乗せて一人で帰らせた。もうその時の俺にとって、大村の妄想とかはどうでもよかった。ただただ、自分が見たものの気味悪さが恐ろしくて、早く自分の部屋に帰りたいっていう一心だった。その日以来、大村は会社に出てこなくなった。最初はみんな、あいつこの年末にサボりかよ、とか言ってたけど、あまりにも無断欠勤が続いたから、いくらなんでもこれはおかしいって話になった。そのうちに、大村が死んだってことが分かったのが、先週の金曜。今となっては、大村も気づいていたのかはわからないけど、俺には、はっきり分かってることが、一つだけある。笑い女の、いひゃ、いひゃ、いひゃってのは、笑い声なんかじゃない。よく聞くと、いた、いた、いたって、言ってる。